はい、皆さんこんにちは、ワンタリクルフィッシュです。では今回は提督の決断をパンプキット PS 版続きをやっていきましょう。前回何度か地中海までたどり着いて、イタリア近海、ここにいるドイツ軍、実際にはもう艦隊はいないんですが、ここの救援ができたので、今回はね、ここから先まずはジブラルタル海峡を取りたいということで、まず西地中海へ艦隊進めたいんですが、第3艦隊の戦艦がまだドック入り1週間残っているという状況なので、まずは一旦時間を進めます。で、東地中海の作戦完了ができれば、そこで一つお金がね、入ってくるかなというふうに思います。今はね、艦艇数が全然足りてないので、少しばかし艦隊の増強がしづらい状況になってるんですよね。まあ、これで従順の数はかなり揃ったかなという感じがするので、従順に続いて新しくやるものを、まあ、戦艦と空母と駆逐艦になるかなと思うんですが、これらをちょっと作っていきましょう。ではまず地中海を取ったことによるボーナスを受け取ります。19,000、結構大きいね。西地中海へ突入します。ここにアメリカ軍がいる可能性が高いので、このアメリカ軍をね、まずはヨーロッパから追い出そうということになります。じゃあまずはスパイを送りましょう。で、お金に余裕があるうちに、まずは、戦艦を一隻作りましょう。まあ、戦艦はやっぱり海大和型だね、今は。これに、あとは空母。これは7型だね、7型空母。まあ、毎回言ってますが、7ってなんだって話になった場合は、ツイッターとか覗いてください。7型の空母を2隻。あとは、随伴する空母。うん。空母に随伴する軽乗。これを、いくつか用意しましょう。これでもう鉄がない状態だね。ただ、アルミはあるので、アルミがあるとなれば、航空機を作ります。で、さっき、虹の攻撃機、まあ、これも虹ってなんだって話になると思うので、それもちょっと覗いていただくか、ツイッターとかコメント欄で直接いただければお答えします。で、虹の攻撃機を、まあ、これはもう150、160作っちゃおう。これでだいぶ増強されるはずですね。で、余ったお金で、あんまりお金余ってないんですけど、ちょっと新兵器の開発を行っていきましょう。まずは航空レーダー。これでもうお金がない、お金がないね、本当にお金がない。では艦隊を動かします。なんとか追い出しましょう。ジブラルタルまでを確保する。で、念のため提督、配備できる提督がいないかどうかを確認していきましょう。いないね。もうみんな乗ってるもんね。駆逐艦とかにも乗れる人いないよね。全員乗ってますね。おお、木梨さんが残ってるね。まあ、潜水艦に乗せてあげましょう、せっかくなら。さあ、これでじゃあ艦隊戦を挑みましょう。どうなるか。スパイレベル1か。敵の艦隊規模は全くわからない。ただ、この西地中海には、おっと、先にハワイか。
西中海はね、アメリカ軍の主力艦隊が攻め寄せてきたことによって大ダメージを受けているので、まあ、その結果損失してますからね。おそらくそのままアメリカ軍が駐留してるんじゃないかなと思います。その前にまずはハワイの防衛戦、どれくらいの規模で来るかわからないですが、まあ大丈夫だとは思います。ハワイはね、前回、飛行場、第三飛行場も作ってそこに航空機も増強しましたし、艦隊も3個艦隊置いてあるので、まあ大丈夫だとは思います。スピードは早めていっちゃいましょう。できるだけね、ダメージを受けずに終わりたいですよね。航空隊発艦。味方艦隊より入電。ミッションベイとかいるね、空母ですね、ミッションベイは。第10艦隊がちょっとダメージ出るのが早いね。第2艦隊もダメージ出てますね。ちょっと待って、戦艦が沈没、早いな。第2艦隊がちょっとだいぶやられてるね。第1艦隊は全然交戦できてないけど、このまま敵の艦隊を潰しに行きましょう。敵の第12艦隊に向かいます。よし、敵の艦隊1個は撤退していきましたね。ではもう1個の上にいる艦隊を攻撃しに行きましょう。アメリカ軍はもう交戦意思はないでいいよね。撤退行動に入っていると見ていい。そうすると打撃軍の第一艦隊、これを残りの敵艦隊に向けていきます。空母大破。雨が降ってきちゃったので空母が大破。第10艦隊から空母を引き上げよう。空母は失いたくない、しかも飛竜だしね。航空隊が今出れない雨の状態なので、
全天候型の航空機欲しいね、こうなると。さあ、ここは艦隊戦ですね。敵の航空機を追う、敵の艦隊を追いましょう。第一艦隊で追う。まあ、撤退行動に入っているので、まあ、ハワイは防衛できそうですね。傷ついた艦艇はこのままハワイでドック入りします。まあ、ハワイに提督が全くいないので、まあ、作戦効率はやっぱり悪いですね。まあ、その分今地中海の方に艦隊を置いているので、提督を置いているので、まあ、仕方がないが、第2艦隊から戦艦2隻も喪失したの。マジか。ただでさえ艦艇数が足りなくて困ってるので、まあ、その分この西地中海しっかり艦隊のダメージ少なく乗り切りたいね。西地中海のスパイレベルが1なので、敵の飛行場の場所が割れてない状態でのスタートになりますね。まあ、ここは最初に空母あるいは戦艦たちから一気に、まあ、航空隊を飛ばして敵の基地の場所を発見するのを優先しましょう。あと敵の艦隊だね、アメリカ軍の艦隊。もう艦隊を発見したら先に艦隊を叩きます。もうそこはしっかり決めていきましょう。雨が降ってるのか、あんまり嬉しくない状態だね。まずは第3艦隊を下に発見。いやー、もう上にいるから上だな。了解了解。ここは慎重に行きたいので、スピードはノーマルにしていきます。偵察機が出せない以上は、まずは敵艦隊発見したね。第3艦隊かは悪くないね。攻撃戦で仕留める。戦艦部隊だな。ここはうまく T 字がはまってくれれば敵艦隊を一気に撃滅できるぞ。空母はパッと見はいなそうですね。第4艦隊、第5艦隊を派遣していきます。動かしていきます。さあ、魚雷も射程に入ってきたので、魚雷がうまくはまってくれれば一気に敵艦を葬りされますね。ただここは敵も戦艦部隊、従順部隊、装甲が硬い艦艇が多いので、先にどっちが潰し始めるかだね。敵飛行場を発見している。第4艦隊から航空隊を飛ばして、第5艦隊からも航空隊を飛ばして、まずは敵の飛行場を1個潰します。で、第3艦隊がこのまま敵の艦隊に当たる。まあ、ちょっと当初艦隊を先に優先するといったものの、飛行場を先に攻撃し始めてますが、ここは我慢します。
や、ほんと硬いな、敵の艦隊も。で、偵察機も飛ばしておきましょう。よし、ワシントン撃沈してるね。ここでだいぶ流れが変わるはずだ。よし、ほぼ敵の艦隊壊滅させたな。あとはもう軽い随伴艦でしょう。よし、敵の艦隊潰しましたね。いやー、あっさり取ったね。しかもアメリカ軍は撤退してましたね、おそらく。一個艦隊しかいなかったし、その一個艦隊も壊滅させるなんて干渉だな。まあ、ダメージは出てますが、沈没したものがいないので、御の字でしょう。ワシントン、ルイジアナ、リンカーンと敵、第8艦隊の戦艦3隻はじめ、全艦艇を撃滅しました。アラビア海に進攻か。早いな。早いよ。アラビア海の守り全然ないよ。まだ飛行場が完成してないので、もうここは逃げの一手だな。第2艦隊同士が近接に配置した場合っていう、まあ、アドバイスはもらったんですけど、艦隊がそもそも1個しかいないからね。不安しかいない、ないけどね。了解。ここは、偵察機を飛ばして、了解。行きましょう。航空隊発艦。敵艦隊発見。航空隊発艦。大艦隊じゃないか。了解。了解。敵艦隊発見。敵大艦隊だぞ。マジですかい、これ。航空隊着艦。敵航空機に発見された模様。マジか、終わったな、これ。了解。奥地に逃げよう。航空隊着艦。ヤマトが、カイヤマトがいるので、カイヤマトがこらえてくれることを祈るしかないな。航空隊発艦。イギリス軍じゃないか、しかも。了解。いや、ここはもう逃げの一手だ。いやー、アラビア海にせめて飛行場ができてればね。で、まずは、傷ついた空母を逃がしましょう。了解。
まあ、逃げ切れる気はしないですけど、まあ、ちょっとでも分散した方が。いいかなっていう感じですね。まあ、一応攻撃しながら突破だな。敵の艦隊がいない方向に逃げた方がいいからね、やっぱり。味方艦隊より入線。空母沈没。まずは早く夜になってくれ。大破だろうが何だろうがいい、残ってさえくれればそれでいい。まずはこのまま野員に乗じて身を潜めましょう。はい。まあ、なんとか、これは、まあ、勝ったとは言えないと思うんですが、まあ、アラビア海を確保したというところで、なんとかね、守りきることができました。アラビア海、ちょっと厳しいですね。艦隊、この後、急いで、増強するなり、飛行場の完成を待たないと、アラビア海、多分次持たないかなという感じがしますね。さあ、お金は入ってきてくれているし、ヤマトも完成しているしというところなので、やっぱり次アラビアだよね、アラビア。ここを落とされる可能性が高いんですが、どうだろう、間に合う。まずはイタリア近海というよりかは、アラビア海よ、アラビア海。一週間で、着くね。よかった。これで次アラビア海なんとか守りきれそうですね。では今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、まあジブラルタル海峡を狙いつつアラビア海再びね戦場になると思うので、ここの防衛もしっかりやっていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。